どうも皆さんはこんばんにちは、オットジャです。バイオハザード7続きをプレイしていきたいと思います。前回この下降りた後モールブラッド、名前違ったらあれだな、まあ黒いやつにやられてね、ゲームオーバーになったんですけど、ここにあるハンドガンの弾、よし。あーなんかチェックポイントみたいな感じだね。あーよかった。とりあえずコインは入れといていいんじゃないかな。それとパイク作っておきたいな。コートニー、奴らは俺を探している。今なら君だけでも逃げ出せるだろう。犬の頭のレリーフを探すんだ。奴らは外への扉をあれで開けている。一つは地下の解体室にあるのを見た。あれが脱出の鍵だ。誰か一生懸命逃げようとしてる人がいたんだね。さっきから体がおかしい。きっとあのクソ料理のせいだ。このまま死ぬくらいならせめて奴らに一瞬報いてやりたい。娯楽室の隣部屋にあったショットがあいつで連中に思い知らせてる。君は逃げろ。愛してるよ。トラビスより。壮絶な戦いがあったんだな。あかんない。でセーブできる場所があるって感じか。回復を作っておく。もうないね、アイテム移動。下降りてからだよな問題は。戻れないのかな。戻るにもあいつがいる。こっち側から、ああ外せない。通れるようになればいいんだが。あ出てこない。よし、びっくりした。そう、この振り子とかを使わないとね。は、戻れるね。よいしょ、オッケー。さあ戻ってきたぞ。すげえ足音聞こえるんだよね。嘘だろ。あっち行こう。今そっと来たな。よし、どこ行った。もう何回ここ通るのみたいな。よし、でしゃがんで、どっか行った。あどこ行ったんだ。あなんか嫌な音楽する。ぐるっと逃げられそうだねここは。ああおばあちゃんいなくなってる。あっちの部屋も通れそうにないな。写真がある。エーヴェリン、2010年5月2日。壊れないか。開かない。あどこだ。公園はするが、下であることを祈って。探索探索。こっちの部屋まだ見てないんだよな。あショットする。走るとさすがにバレるよな。おばあちゃんいる。
るいるいるいる。ほう。よし、このまま一回振り子だな。ね、振り子をつけてあげると、あら、一個ゲット。あ、来た来た来た。I'm an old man, son. You can't take on an old man. ほっ、やめろやめろ、それは痛いって。ほっ、ね、逃げろ。逃げろ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 。逃げられそう。よし、娯楽室まで逃げるぞ。だよね、あ、娯楽室だ。なんかあるか。マーガレットへ。捕まえたヒッピー野郎はいつも通りホールから加工場に運んでおけ。怖え。アンティークコインだ。よし、やろう。さて、他に使えそうなものはないのか。ああ、ショットガンある。散弾銃か。開かない。お、ビデオテープ、ミア、見てみるか。イーサン、プリーズウォッチディスって、これを見てって書いてあるな。おお、始まった。イーサン、if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But...I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! Ooh! You gave us quite a scare, young lady. 逃げて。え、急に俺の捜査になるとかやめてね。なるよね。Catch me again. あ、来てる。あ、怖い。早く逃げて。こっちしまった。Over here, mommy. はあ、女の子がいるぞ。おお、暗い。隠れられる場所はあるか。どんどんライトが消えていく。ミラもこんな怖い体験をしていたのか。ああ、逃げられん。I need to hide. Why are you putting me through this? What have I done to deserve this? やばい。Except open my home and feed you. やばい。I don't understand you.この力は授かり物。よし、ギリギリ大丈夫だったか。お、やばいぞ。隠れておけば。ゾイと何か企んでるんだろう。
ああ早くどこかへ行け。戻ってた。ああまだいる。お願いだからこっち来ないで。やべ、こっち来る。あっち行った。あフェイントが見えてるんだからな、こっちからは。あ、やばい、やばいんじゃないのこれは。あー戻っていったな。怖え。行ったか。今のうちに。あー、雲かい。で、こうすれば。で、こうか。はい。どういう仕組みなんだろうね、本当に。ぎこちなく開いたな。早く行って。くる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 。おお、向こう側に渡れそうだな。頑張って。もう少し、もう少しだ。後ろは絶対見るな。来た、渡ったぞ。なんとか逃げ切れたな。お前ちょ、どういうこと。 You All you have to do is accept her fucking gift。 あー You've been a bad girl。 おー、You failed。 ギリギリ行けたか、後ろ通れば。まさか先回りされてるとはな。マーガレットの追跡、基本的に隠れるしかないってか。何このハッチみたいのは。あ、こっから、ここでうまいことやり過ごせばいいのか、それともこっからならいけるのか。いや、You! All you have to do is accept her fucking gift! どっちか来る？そっち？左か右か、どっちだ？そうか、よし。We love you! Why can't you see that? どうも。Embrace us!よし。逃げろに。嘘。なんでしまった。このままじゃ逃げられない。何かの無比。写真があるぞ。なんだこれ。誰の写真なんだ。暗い。Where do you think you're going? Ethan, Ethan, please help me. Ethan, help me. No! No!
ここで終わってるのか。What did they do to you, Mia? ミアはどうなってるんだ。何か入ってるか。ガンパウダーゲット。この本は、おお、あとレリーフ一つだ。日記かな。はい、予報ではでかい嵐が近づいてるらしい。ルーカスに手伝わせようとするか、手伝わせるとするか。はい、ようやく水が引いた。1週間ぐらい経ってるな。で、本館と旧館の話をしている。はい、このでかい船が漂着したっていうから、これに絶対何かあったんじゃないの。そんな感じするね。何も入ってない。向こうのそのショットガンがある部屋に行ってみたいんだが、入れないよな。入れないな。今どこにいるんだろうね、あのおじさん。入る。どっから落とした。なんだ。こっから降りるのはちょっと危ないか。そこ何かあるか。お、ハーブゲット。回復作っておきたいけど薬液がない。レリーフ2つ、ビデオがある。3つのレリーフで中庭への扉を開ける。地下の解体室でレリーフを取る。ショットガンを入手する。そのためには、このスコーピオンのサソリの鍵を手に入れなきゃいけない。くまなく探すか。アイテムあるかもしれないからな。そうね、サソリのがあればいろいろと行ける場所が増えるんだが、どこにいるんだあいつは。先行くしかないかだな。こっちが行くぞ。よし、オッケー。こことかに仕掛けがないか。あの化け物たちとどう相手しろってんだよな。また行く途中出てくるとかないよね。ゆっくりしてると出てきちゃう。そういうわけじゃない。よし、はあ、一回セーブしておくかな。オープン。はあ、アイテムを預けて、テープとガンパウダーも今のところはいいか。で、アンティークコイン入れて、レリーフも最終的にここに戻ってくればいいよな。オッケー。で、一旦セーブして、はい、セーブ完了。
さあ行くか。本当に問題は下行ってからだよな。ショットガンも持ってないしね。どうやってガードしながら行く？出てくるんですか？移動してる音聞こえますな。違うか。来た。ほっ。どけ。よし。相手をしても無駄なのは分かっている。他には？こんにちは。いたーん。ふっ。回復。ちょっと。うわっ。ああ。これ以上避けはいけなかった。なんて恐ろしい奴らなんだ。モールデッド。鋭い爪を持つ黒い怪物。モールデッドは異常な生命力を持つ。肉体を破壊し尽くすか。はい。ああ。倒せるのね、一応じゃあ。肉体を破壊し尽くせばいいんだな。一番最初のやつ倒したいな、じゃあ。ハンドガンでなんとかなるかな。中枢神経を破壊しろみたいなの書いてあったな。武器を持っていればね、私は。やれるところまではやるぜ。こいつだ。来た。ほっ。ほっ。外れだ。おっとい。おお。やったか。治療。お尻治療。膝治療。オッケー、やったぞ。私にかかればざっとこんなもんさ。3発で仕留めてやった。ここにも扉があったのか。あ、なの普通に出てきた。ほっ、まず一発。ほっ、ほっ、よし、ギリガード。ほっ、痛い、さすがに痛い。ういっ。ああ、くたばっていろ。なんとか倒せるようになってきた。ほう。何か使えそうなものは開いたけど何もない。絶対出てくるじゃないか。ああ、うわ、怖い。ガンパウダーゲット。あれだな、素材が足りないんだよね。ここを開けるか。ロックされている。ロックされてないんかーい。焼却炉。うわ、絶対出てくるって。あと2つ。あ、怖い。あー、最後。おお、結局何も入ってなかったのか。でもロックされてるところが怪しいね。で、考えられるのはその連れ去られた人たち。暗いね。が、あの化け物になってしまってる。え、リアルに。あった。あ、なんかあるぞ。
ルーカスへ。カップルの男の方は逃げ出さないように一番左の焼却炉に閉じ込めておいた。展開が終わった頃に取り出すこと。開ける手順は知ってるな。覚え方は3つの A と手がどうとかっていう。女はお前の好きにしろ。3つの A と手がどうとか、3つの A と手がどうとか、開ける順番があるのか。3つの A、 この中が3つの A と手がどうとか、これでいいのか。こうすればきたー。やめろ。展開が終わったかうんたかかんたか、出てくるんじゃねえかっていう。さあ来い、オープン。おおー、やっほー。いやー、なんか強そうじゃないの。ほっ、うっ、くっ、えっ、えっ、うっ、うっ、ほっ、くっ、ほっ、ほっ。そろそろ耐えられない、回復。よし、あと4発。ほっ、うっ、くっ、うっ、ねっ、追い詰められた。くっ、ういっ、うわっ、うっ、回復。うわっ、ほっ、よし、うわっ、倒したけど、はあ、はあ、相当やられたぜ。はあ、はあ、そんなものが作れるのか。体力が完全に回復する。競争団も作れる。はあ、競争団の前に完全に回復しないともうダメだな。回復を使う。よし、全回復。この中に何か。解体室の鍵。よし、これで一番最後行けなかった場所が行けるようになるのか。うわー、やつの体液みたいのがハンドガンについてるな。6発しかない。ちょっと弾の数が心配だな。ナイフで倒せるようなもんなのかね。向こうから施錠。そこは破壊できない。開く、開く。よし、おう、解体室なの。ここは鍵を外した。ナイフに切り替えてやろう。よし、回復、あー回復出た。やろう。ハンドガン、ハンドガンの弾があればなんとかなる。加工場の見取り図ゲット。この黒いシミは何なんだろうな。何かある。サソリの鍵だ、ゲット。これで入れる場所が増えたな。あとキーピックもある。でお宝の写真、あ、これ暖炉のところじゃない、娯楽室の。はいはいはい。あ、これはハーブゲット。こんなとこにあるハーブ使いたくないからな。クイックターン、オープン。よっしゃ、ハンドガンの弾作れるぞ。さらに下だと、どこへ連れてってくれるのかな。お、なんだこれ、ショットガンの弾か。あー、この先は行けそうにないね。これ以上持てないし、一回戻るか。結構アイテム手に入れたし、あいつらの倒し方も分かったからな。いや、しかし一体倒すのにすごい時間がかかるが、そんななんか3、4体とか同時には相手することは絶対。うわぁ出てきた。話をしたら呼んでないよ。よっしゃ、軽く倒してやったぜ。
ただ問題なのは倒したところで別に。ガンババーン。まず一発。ほっ、二発。何体出てくんだ。よし。多分何体も出てこない。元は人間だったはずだから。すまんな。よし。通常のやつは3発で倒せる。どうってことはない。オープン。はあ、帰ってきた。安心する、ここは。ハンドガンの弾が残り1発になってしまったな。ガンパウダーはたくさんあるから、ハンドガンの弾作るか。クラフトで作って、で、ショットガンでしょ？まだショットガン持ってないんだけどね。回復、キーピック、お宝の写真。俺のお宝はここに隠した。見つけられるなら見つけてみな。ちょっと見てみるか。なんか後ろに書いてある？ああ、そう書いてあるのか。どこなんだろうね。暖炉なのはわかるけど。ということで、今回はここまで。次回またこの続きからプレイしていきたいと思います。セーブして終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またな。